いつか逃げたくなることもあるけど、一回把握してしっかり自分の意思を持った仕事をしていくって、これが美容やと思います。はい、アンバーカンバーク、ウェルカンバーク。はい、どうも、ニューヨークでメイクアップアーティストやってるケントです。で、今回はね、講習会動画というスペシャル企画を前回からやらせてもらっていて、今回後編になります。前回見てない人がいれば、前回の動画を見ていただけたら嬉しいと思います。はい、それでは後編の質問コーナーの動画が今回上がってるので、よかったら見てください。はい、レッツフォトジェニック。今日はニューヨークの美容師の徳山さん、僕の先輩に当たるんですけど、パリス・ヒルトンと働いたとか、トランプの家でヘアをしに行ったとか、いろいろな話聞いていこうかなと思います。僕が美容学校を上がって僕就職生とニューヨーク来たんです。で、その時に会ったのが徳山さん。でも、いらんこと言うなよみたいな顔してて、まあ、しょっぱな会ってなかったんですね。号泣、雪の中で。けど、それはすごいいい話してもらって、やっぱ学生って出てくる、できるやつはできる、できひんやつはできひん、僕できないってやつし、国家試験とかもほぼギリギリ合格ね、そのレベルだったから。けど、ほんまに授業ついていけなくて、ただ技術だけ、カットだけめっちゃうまかった、学校の時に。けど、そういう風な自信を持ってきた時に、やっぱニューヨークにプライドを持ってきすぎた時にズバッて言ってくれて、やっぱニューヨークに来た時に視野が一気に広がった。もう実はね、なんか卒業した時に海外留学で海外で美容師さんになりますって言った時に、就職する子たちがほぼない。けど、その中で一人だけ違うことするってすごい悩むことが多く増えていくんだよね。だってみんな就活して、みんなは地元一緒 でみんなは何人か東京行ってとで、その中で自分もなんかせなってなった時に、そういう時もさ、泣かされたって言い方悪いけど、めっちゃ悔しかったね。お前何もできへんやんけみたいな、何持ってんねん学生上がりでけど、そこで僕はおやったろと思って今の僕がいます。美容師さんにはならなかったけど、メイクアップアーティストとして一緒に今仕事ができてる。で、こういうつながりも世界にあって、それは日本にもあるから、そういうつながりを大切にしていくことも面白いかな、僕は。ってことで質問、そろそろほぐれてきたから質問ない？みんな何でも聞いて。就職、はい、前にね、就職を選んでいく中で、なんでニューヨークに行ったんですか？なんで？あれ、でもニューヨークのほんまにやりたいことがニューヨークにしかなかったから、そういう、ビジュアルが住んでわかる？あれで、一回ロンドン行ったことあって、カットの講習で。で、そこで、すげえな、ロンドン美容師さんと思った時に、2年生の時に1回ニューヨークも来させてもらう機会があって、ニューヨークで撮影とかっていうのを見せてもらったの。で、そこで、あ、でも外国人の人と仕事してこういうことがしたい、ニューヨークしかないやんと思ってニューヨークに来ました。おすすめのブランドあるんですか？どういうもの？リップとか絶対行った方がいいのが、みんなセフォラとか、ここで行くと思うんだけど、セフォラじゃなくてビューティーサプライっていうのを Google で探して、ビューティーサプライっていうお店に行ってほしい。そしたら1ドル50セント、150円くらいで日本で買えないレベルの、さっき塗ったリップグロスとかさ、高級そうやった色とか、あんなんとか150円くらいで買えるから、セフォラでいい化粧品買うかは、アメリカの安いプチプラコスメを買って買えるのが一つ差つけると思います。今までアート系のメイクで、まあ、ニューヨークファッションとかですごい気に入ったとか印象に残ったものはありますか？自分の中で、あのブランドさんのメイクさんで、まあ、ブランドは、あのね、2000年代、1990年代から2000年代に来てのジョン・ガリアーノとさっき言ったブランドは、ファッションの固定概念を崩してきたから僕はめっちゃ好きやった。僕大好き。だってデザイナーがストッキングかぶって出てくるんだよね。おるだ、みんなマルジェラのデザイナーって言ったから。あ、マルジェラの今のデザイナー、マルジェラもめっちゃ好きやで、ストッキングかぶってくるんだよ。やばない？で、服もかっこいいし、
そのジョン・ガリアーノってブランドめっちゃ好き。それが印象的に残ったメイクがさっきのパロディメイク。色を塗るときに迷うんですけど、そういうのはもう印象から入るのか、それともここに乗せるときに乗せるのか。そう、メイクのときに色を乗せるときに、あ、もう会ったとき、もう会ったときにこれが合うって、それが自分のメイクやからって思ってる。考えるともういっぱいいっぱいになってくる、悩むからさ、もう会ったときに、あ、この子、リオさんこれがすごい大切なんだと思う。会ったときにこれ絶対可愛いな、で、可愛いとお客さんが思ったら可愛いっていう感じかな。だからそんな感じでもう会った時に、あ、ひとみちゃんあれでいこうって大体は考える。で、だから色を何個か並べておいて、その中のあれ色を使うって感じです。ありがとうございます。アシスタントでいる人で、どんな人、どんな人がいてくれたら嬉しいですか？ね、やっぱおもろい子、やっぱ結局のところ、仕事行った時に一緒に話してくれる子、うん、何かその悪いこと考えてなく、なんかコネクションだけ取ったろうって言って、一緒に友達としてそばに追ってくれるような、コーラと働く方がやっぱ楽しいかな。これちょっと一個いいですか？はい、なんかすごいポジティブに話してるんだけど、なんかやっぱりその裏腹でやっぱ辛いことっていっぱいあると思うんですよ、はい、そういう時は例えばどうしたらうまく乗り越えるかのポイントを教えてもらえると、この子たちが多分救われるかなってなるんで、なんか、はい、個人的なコスメ、はい、僕めっちゃポジティブじゃないんですよ僕もめっちゃネガティブで、ほんまにね、年齢なまではいかへんけど、多分ネガティブバリバリネガティブでね、ほんまに、さっき徳山さんが東京ね、たまに戻ってた時も、徳山さんもどんな話がわかんないんですよ、みたいななるけど、今思った。で、結局、まあ実際、昨日もね、一人アシスタント辞めてんすよね、アシスタントついてた子が一人になりたいんで、辞めてんすよ。でもこれめっちゃ心痛い、へこむし、けど一番大切なのは一人って絶対思ったから、一人じゃなくて、その仲間を大切に思う、自分が常に思い続けること、絶対諦めたから何するにしても人を大切に思うってことを諦めてないようにはしてる。それが一番大切と思う、うん、絶対に諦めない、だって好きで生きてくれたっていう、その愛をすごい大切にしてるんですかね、うん、絶対諦めない、何があっても。仕事もそう、今日もこれ一人で教えに来てたら僕こんな喋れてないと思う。みんな、この身内のみんながおるから恥ずかしがらず笑ってくれて、おもろいこと言った時笑いに変えてくれるから今こんだけ話せてるっていうのが僕はすごい重要かな、がポジティブに見えるところ。なるほど、うん、わかりました、ね、弱い弱いけどここはめっちゃ強い、だからやけ食いしてこんな太ってる深いですね、そこは。はい、ありがとう。だからそれどれぐらい愛してるかどうかで、うん、やめるような愛し方すんなってことね。そうです、とことん好きになってやるよってことね、うん、はい、そうだと思う。だから自分がこの夢持ったならね、いつか逃げたくなる時もあるけど、一回把握してもらおう、把握してもらって、でそれでもあかんかったら次は逃げじゃないよ、だって考えてみる、次に何かを話した時な、諦めない、諦めそうになったら食いしばる、で助けてくれるかおるかもしれないから、そういう人たちを大切にするかと思います。いや、すごい言葉、キャラじゃないこと言っちゃった、そこから何か質問ないですか？ニューヨークってどうなんか、あ、一番聞きたいです、いくらもらってますか？行ったれ行ったれ行っちゃえ、ケンさん行っちゃえ、行っちゃえ、1日でいい？来月の1日一番もらえるか、来月の1日で邪魔ついてる、邪魔ついてる、邪魔ついてる、けど1日やったら生活できる、けど丸1ヶ月、2ヶ月仕事がない時があるような仕事やから、それがあったとしてもどうなるかなって、ね、月10万ぐらいになっちゃう、そうなんですよ、月20万、
ていうのは大変かも。たまにそういうご褒美みたいな仕事がありますよ。あとはほぼタダで働いてます。で、毎回こんな荷物がタクシー乗らなあかんし、けどそれでも楽しい。やめられへんかな。生きていけてるからまだ。以上ぐらいで大丈夫ですか。じゃあありがとうございます。